はい、こんにちは、スワアクテラと申します。今回はですね、メタファイズのデッキ紹介動画となります。このメタファイズなんですけれどもね、まあ苦労しました。はい、本当に苦労した。その分構築を考える楽しみあったんですけどね、いやー、試行錯誤してどれがいいのかなと思うと、この方にとりあえず落ち着きました。とりあえずはね。じゃあ紹介していきます。モンスターからメタファイズラグナルク3枚、メタファイズダイダロス3枚、メタファイズでタイラントが3枚、メタファイズネフティクスが3枚、 WW アイスベルが3枚、 WW グラスベルが2枚、 WW スノーベル1枚、ネクロフェイス1枚。モンスター以上です。次、魔法カード、ハーピーの羽根ぼうき1枚、封印の黄金筆3枚、次元の裂け目3枚、アシンメタファイズ2枚、メタファイズファクター1枚。そしてトラップカード、メタファイズディメンション2枚、マクロコスモス3枚、幽霊なる元老が3枚、神の通告2枚、神の警告1枚、神の宣告が1枚。以上です。じゃあエクストラ、クリアウィングシングルドラゴン2枚、クリアウィングファストドラゴン2枚、クリスタルウィングシングルドラゴン2枚、スターダストドラゴン1枚、ウィンターベルが2枚、ゼラの天使1枚、でカステルが1枚、バグースが1枚、ベルズビュート1枚、ホープ1枚、ホープザライトニング1枚、計15枚ですね。はい、で今回 WW モンスターを入れるようにしました。まずですね、このデッキだというとフィールドにあのメタファイズの数があまりにも少ないため、相手ターン中に無防備になることが非常に多いです。ですので何らかのサブウェポンが必要ということで、つまり何かしら混ぜないといけないと考えました。まあ、混ぜるモンスターとか要素はいろいろ考えた。神竜を混ぜる、召喚獣を混ぜる、命削りなどを入れて罠を増やすなどなどですね、はい、で WW を混ぜる。で前の2つ、神竜と召喚獣においては、まず召喚剣が被る、アレイスターで被る、神竜で被るといったのと、それらを入れるとメタファイズである必要性がないので、これメタファイズじゃなくていいじゃんみたいなあったので却下しました。で命削りは他の、まあ、今まで使っていた命削り、まあ、前回の環境でも使ってたんでまあそれはまあとりあえずいいかなと思って削除したってなると WW になりました。 WW だとアイスベルを絡めた場合、相手フィールド上に何もなければ、妨害もなければ、1ターンで8000切れるんですよね。まあそれは後で言いますけども、まあですのでメタファイズはとりあえず可能な限り入れる、で WW を入れるというようにしました。ネクロフェイスはネクロフェイスはそうですね、どちらかというと不意の本質で5枚除外するというよりかは、まあメタファイズラグナロクで除外してしまったグラスベルやスノーベルの回収に使います。召喚してどちらかといえばね、もちろんここでこれが除外されたら厳しいですよね。まあ、そうならないように一番最初に不意の黄金筆でこれを除外しておくのがベターかなと自分では思います。で魔法カード、ハーピーの羽根ぼうき、不意の黄金筆3枚、次元の裂け目2枚、ここ次元の裂け目は2枚にしましたけれども、ファクターを抜いて3枚にしてもいいかなって感じはします。でアシンメタファイズ、これもねフィールドあのメタファイズがないとダメなので、で2枚にしました。3枚はやはり多いと、メタファイズファクターにおいてはやはり非常に使いにくいフィールド魔法なので、通常召喚剣はほとんどラグナロクか、もしくはアイスベルあたりのものに使いますから、また通常召喚したメタファイズは別に何の効果も持たないので、耐性も持たないので、むしろハンドに持っておく方が強いっていうのがあります。アシンメタファイズのコストにあったり、次のターンでタイラントから出したりするのにもよって、ですので1枚でいいかなと思います。でメタファイズディメンション2枚、唯一の除去と言ってもいい感じなんですけれども、やはりその発動条件が厄介です。相手ターンのスタンバイフェーズでメタファイズは効果発動するんですが、タイダロスなんか相手ターンのスタンバイフェーズにあって、まあ、相手が展開する前にメタファイズの除外っていうのはもう完了してしまうんですね。ですのでマクロコスモスとかで次元の裂け目とかで能動的に除外していかないと、まずメタファイズのディメンションの除外効果を効果的に使うことができない。ここのあたりが難しいところなんですよね、このデッキので。マクロコスモス3枚、幽霊なる元老、まあ、これは3枚でいいでしょう。ここら辺のものを引き込んでこないと話にならないんで、これはもう3枚でいいと思います、確実で。で神4枚ですね、神の衆、まあ、使ってたら分かるんですが、まあ、WW を出せればいいんですけれども、ラグナロク召喚効果使ってエンドっていうのがまあまああるので、まあ、一応マクロと裂け目があれば相手ターンへの嫌がらせは結構できるんですけれども、守るカードが必要って感じはやはりこの神シリーズでいいんじゃないかなとも思います。で、エクストラ、うん、メタファイザーね、エクストラ使わないんですよ、本当に使わないんです。ですので WW 入れてみたっていうところがあるんですよ。
で、まあ、WW なんですが、2週にしています。まあ、万が一、まあ、リトサージムあたりを食らった時用のために、心当たりは必要かなと思って。で、スターダストに至ってはそうですね、出すのがここしかないんですけれども、まあ別にそんな弱くはないんじゃないかなと自分では思ってるんで、とりあえず出てました。で、ゼラの天使。これもここしかないんですが、まあ、マクロをやってる以上、入れていて損もないかなと思います。他に出すものないですからね。あとはせいぜいサイフレームオメガぐらいですか。まあ、サイフレームオメガの場合だと、このデッキ、ゲームから除外して墓地に戻す必要性あんまないんで、墓地利用しないし。まあ、ですので、ここのままにして。で、ランク4はこのあたりを入れていけばいいんじゃないかなと思います。メタファイズ・ブラスレットはこんなんですね。で、まあさっき言ってたワンキルなんですけれども、まあそれは単純で、まあこことここですよね。ここと、ここですね。まあ相手フィールドに何もないと仮定するならば、まあアイスレットとか、ブラッシュを出します。で、500ダメージ。で、グラスの効果を使わず、手札からラグナル召喚します。ここでまあ除外しても除外しなくてもいいですけど、ね、でバトル、まずここで1000で、ここで1500、まあ、計3000ですね。ここのハイスレルの効果ダメージだったりで1500で、効果でタイラントドラゴンを持ってきます。で、ここで2900、ね、こうなった場合、まあ、ここで3000で、ここで4500で、2500で7400になります。で、ここでシンプルで、ミンダルで、効果でグラスレを選択したら800を見て8200ですね。まあ、それがあるからこれ WW にしたって感じですけど。はい、以上になります。他にもいろんな構築はあると思うんです。難しい、このデッキ。本当に難しいです。ラグナロクに運が絡む以上、やはり安定性というものは自分で作り上げていくしかない。メタファイズだけで安定性は絶対に来ない。ですので何かしらを混ぜるか、罠を増やすかにするしかないんですけど。まあ、これから増やしていくことに期待ですね、メタファイズの種類は。明らかに今だと少なすぎる、どう考えて。チューナーである意味がないですよね。はい。はい、それでは以上になります。次は対戦動画とか出したらいいかなって感じですが。メタファイズの敵紹介動画でした。またお会いしましょう。バイバイ。